今日は大阪行きます。大阪は何度か 遊びに行ってるんで、おそらくそれほど時間をかけずにできるかなと思います。とは言っても、大阪で行ってるのは大阪市だけなんで、それ以外は知らないんですけど、まあわかるでしょうっていうところでやっていきます。吹田があって、泉佐野市、なんか今ね、いろいろとごたごたしてますけど、まあ、空港あるとこなんでね、わかります。で、高槻があって、岸和田があって、東大阪あって、あれ、守口市ってどこだったかな。守口市、なんかこれ通ってるな。守口市があって、あと寝屋川って、そう、こっちだよね。あれ、寝屋川ってどこだっけ。ああ、あったあったあった。あと茨城市、これもね、わかるんですね。堺市があって、阪南ってどこだったかな。ああ、そうですね。で、川内長野市っていうのも、わかんない。あ、ここか。あとわかるところ。そう、八尾市。八尾市？八尾市は、なんかわかる。で、豊中があって、摂津、あれ？あ、あったあったあった。なんか歴史かなんかで知ってんのかな、摂津は。あとは聞いたことが、大東市。それぐらいですね。あ、池田市。で、あとは箕面市。なんかこれもね、やっぱ上の方なんだ。知ってるのはやっぱ上の方ですね。で、あとは、見つけて入れていこうかなって思います。ここもね、いろいろと細かいのがあるんで、別々なんだ。空港、そうなんだ。で、あとは、なんか小さいのがあるな。難しいな。忠岡町。見当たらない。あった、忠岡町。うわ、こうすればね、形が見えてくると思うんで。あと千早赤坂村。千早赤坂村、初めて聞いたな。どこだ、そもそも。あ、ここね。あー、わからないな。そこまで行っちゃうとわからない。あと大阪狭山市、交野市。あれ、これなんか聞いたことあんな。あ、やっぱ上の方なんだ。聞いたことあるのって、もうほんとそういうレベルですよね。行ったところの周りぐらい、周辺ぐらいで。お、能勢町、これもね、大きいからわかる。あとは、田尻町、これまた飛んでるな。ああ、そうなってんだ。熊取町、柏原市、あとは、あと、河南町、三崎町、あれ、もしかして。違うな。わかんない。四条縄手市、四条縄手市、ここですかね。門真市、あとは高石市。違うね。あ、島本町、島本、わからん。
ハビノキ市、ハビ、ハビキノ市、藤井寺市、おお、入った入った。大石町、はいはい。高石市。富田林市、あ、富田林市ってそこなんだ。はい、コンプリート。おお、まあこんなところかな。ではまた明日。